Azure AD を IDaaS として利用する。オンプレ AD と Azure AD の ID 統合。SAML 非対応アプリの Azure AD との日本認証連携も実現。マジセミキャストの東山です。カモメエンジニアリング株式会社、塩村さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。株式会社スタイルズ小林さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。こういうふうにですね、残して、リフトしたりですとか、社内に残しているシステムですね、こちらの方ですね、シングルサインオンですとかっていうところをやっていきたいところなんですよね。利用者さんの方の利便性というところもございますし、あるいはそのセキュリティの確保という部分もございます。最近のこのコロナの状況からですね、やはりそのテレワークですとか、リモートワークですとかっていうものもある一定の幅で皆さんやらなきゃいけないというふうになってきたかと思います。が、この部分をですね、こう既存のですね、環境の中で賄う、なかなか難しい。あるいはその、それぞれ全部 VPN だったり、クラウドサービスだったり、あるいはその、社内に残ってるもの、Azure や AWS で乗っかったもの、それぞれもですね、ID、パスワード、それぞれ入れなきゃいけない。もう大変ですよね。で、これがこう、セキュリティ的に怖いので、どんどん切り替えていきましょうっていう話になって、今度利用者の方にどんどん負担が重くなってくる。どうしてもそういうことの流れになってくるわけなんですけども、クラウドサービスの方はですね、まだそれでもですね、まとめやすいんですよね。シングルサインオンするためにですね、グローバルの比較と、いうものがいくつか認証の方であります。 SAML ですとか OpenID Connect ですとか OOS ですとかというのがあるんですけども、企業の中で使う場合のシステムの場合は SAML が多いかなと思ってます。 ID パスワードを覚える数がこの矢印の線の分だけはありますよという話になりますので、ちょっと辛くなっちゃうんですよね。こういうふうに数が多いままだとですね、どうしてもやっぱり使い回しが始まったりですとか、簡単なものにしたりですとか、いうふうになってきます。そうするとですね、こうやはりこう IDaaS なんかですね、シングルサインオンを入れるときに、このシングルサインオンするサービスですね、クラウドサービスを IDaaS と言いますけども、このシングルサインオンスをこう導入していってもですね、やっぱりこうちょっと効果が一定の部分からそれ以上いかないと、利用者さんとしてはそんなに便利になった感じしないなというところで止まっちゃうというところで、ちょっともったいない感じになるというところなんですよね。で、なんとかこれをしたいよというところになってくるんですけども、その場合どうしたらいいのかというところを、ちょっと簡単なこの図でですね、先ほどの図がこうですね、この左側の方の丸がですね、この部分ですね、この丸の部分がこちらの方に行きますと、全体を覆うという形ですね。こういうふうにですね、全部覆う形にシングルサインができるとですね、非常に大丈夫になるんですね。朝仕事をさしましょうという時に一回 ID パスワード、あるいは MFA なんか多様性認証なんか使うかもしれません、そういうのをやってですね、本人確認等を済んだらですね、あとはもう全部パスワード出していくという環境ですね。それが一番こう利用者にとっても利便性が高いですし、その内容をしっかり覚えておけばいい、しっかり守っておけばいいという形でセキュリティ弱に向上するんですよね。運用の負荷もものすごく下がりますというところで、やっぱこういうふうに持っていきたいというのが理想像の一つかと思いますというところですね。で、こういうことをするためにですね、この左側の方、ごめんなさい、右側の方はどうすればいいかというところですけども、シングルサインオンの対応、さっきのサムルですとかというふうの、認証の方式に対応するというのと、あとはそのアクセス経路ですね、ここもちゃんと保護しなきゃいけませんというところがあります。この辺をですね、どうやって実現していくかというところをうまくやればですね、クラウドサービスと一体になった使用感とかセキュリティとかというものがですね、得られるということになるわけです。サムル等のですね、こうフェデレーションの方式の非対応のシステムというのを IDaaS と連携させるにはどうすればよいかというところを書かせていただいております。で、キーゲートの方ですね、大きな特徴4つあるというふうに我々考えております。で、キーゲートの方ですね、パターン2つご用意しています。フェデレーションに対応してないものを対応したいですよっていうところで、入れるのがあるんですけども、既存ですね、もう VPN 等ですね、既存の交通信経路を活用したいというケースと、それからもうそこも加えてですね、社内ですとかクラウド内のリモートアクセス環境、アクセスの経路もですね、上手に見直してコストも削減したいよと、2つのニーズ別々にございます。で、それぞれ対応した形で私どもご提供しております。既存の経路を活用したいって場合には、フェデレーション対応ツール、キーゲートで T1 というですね、これ下の方を米印で書いておりますが、社内クラウド内設置型のプロキシです。こちらシステムとしてご提供します。あるいはですね、リモートアクセスの経路も見直してコストもそこの分も削減したいに合わせてという場合ですね、にはですね、このゼロトラスト接続サービスというですね、クラウドサービスですね、キーゲートで C1 の方をご案内していますというところですね。これはキーゲートで T1 の部分と、そこからリモートアクセスサービスがくっついているというふうにお考えいただければ好きするかなと思います。既存の社内ネットワークの手前にキーゲートや T1 を置きますと、これは平均もであれば平均もの中で、この各業務アプリの前に置くという形ですね。VPN 等があると思いますので、そこの後ろで業務アプリの前というふうな間に置くというところにイメージしていただければと思います。
ですね、まあ、VPN じゃないところもですね、VPN のところもですね、ちょっと考え直したい。あるいは VPN の増強ちょっともう辛いので、ちょっと他の方法考えたい。あるいはあの最近のお話でゼロトラストっていう考え方ありますけども、そちらの方をですね、上手にこうやっていきたいっていうのお話の場合ですね、こちらのキーゲートで C1 の方をご案内をしております。先ほどのですね、まあ、あの既存の VPN 等の経路を使って社内に置くだけのタイプというのがキーゲート T1 ですね。こちらの方ですね、連携システム数によって料金を設定させていただいてますところで、利用料金はシステム10万円からという形になっています。旧 Office365 など、Microsoft365 を契約していると Azure AD が使えるため、IDAS として活用することができます。シングルサインオンは複数のシステムを Azure AD がまとめて認証することが可能です。シングルサインオン導入後はユーザーさんはまず Azure AD に対してユーザー認証を行います。で、ここから連携されているシステムに対しては ID パスワードを不要でログインすることが可能です。導入後はこの連携されているシステムに対してはもう ID パスワードを管理する必要性がなくなります。 Azure AD に対する ID パスワードを覚えれば、済むようになります。多要素認証は ID パスワードが流出しても別の要素、まあ、本人が所持しているスマホなどを使った認証をすることで不正アクセスを防止することが可能です。多要素認証導入後ですと攻撃者によって仮に ID パスワードを突破されても多要素認証で不正アクセスを防ぐことが可能です。 Microsoft の研究結果でも多要素認証を導入することで不正アクセスのリスクを 99.9% 以上低下するという研究結果もございます。まずシングルサインオンなどクラウドサービスの ID を Azure AD で管理する必要性があります。具体的には例えばクラウド X と Y と Z があった場合、クラウド X と Y と Z でそれぞれ利用者がいると思います。この利用者を Azure AD でも管理する必要性があります。例えばですね、クラウド Y だけであれば利用者さんは AB さんしかいないので Azure AD には最低限 AB さんを管理する必要性があります。またクラウドの ID 管理と同様にですね、入退者等によるユーザーの追加更新削除が必要な場合は Azure AD のユーザー情報も更新する必要性があります。例えば D さんが入社したとでクラウド XZ を使う場合はまずクラウド X と Z には従来通りクラウドにユーザーを追加する必要性があります。プラスアルファ Azure AD の方にも D さんを追加する必要性があります。 Azure AD は、まあ、O365 をはじめとして複数のクラウドサービスを、まあ、管理することになると思いますので、まあ、オンプレ AD と同じようにほとんどのユーザー情報を管理するケースが多くなってきます。まあ、そのためオンプレ AD と Azure AD で双方で、ユーザー情報を二重で管理運用することになってきます。このオンプレ AD と Azure AD の両方でユーザー情報を二重で管理運用することによってですね、ユーザー情報の更新等にかかる運用作業が二重でかかってしまったり、入退者等で更新ミスや更新漏れが発生する可能性などが考えられます。また Azure AD 導入に関わらずですね、クラウドサービスでアクセス制限をかけていない場合、退職者の ID 更新漏れ等があると、社外から不正アクセスや情報漏洩の恐れがあります。この ID 更新漏れをなくす対策の一つとしては、オンプレ AD と Azure AD の ID を統合することかなと考えております。で、それを実現する方法として、Azure AD Connect を導入することができます。基本的には、オンプレ AD を運用している場合は、導入推奨となっております。ケース1はですね、オンプレ AD があって、これから Azure AD 及び Microsoft 365を導入予定のケースとなります。まあ、その場合は、Azure AD Connect も合わせて導入することを、まあ、強く推奨したいと思います。この SaaS 等のユーザー情報を、Azure AD のユーザー情報と同期する仕組みがございます。それが、同期する仕組みが、クラウドサービスで Team2.0 というものに対応している必要性がありまして、こちら、国内のクラウドサービスでは Team2.0 に対応しているサービスが、まあ、少ないというのが、状況となっております。Team2.0 に対応していれば、このユーザー情報、Azure AD のユーザー情報をクラウドサービスにも同期して、クラウドサービス側の ID 管理もできるといった形になります。Azure AD Connect では、ユーザー情報以外にもデバイス情報も同期することが可能です。デバイス情報を同期することによって、この Azure AD へのデバイス登録が容易に登録することが可能になります。また、Azure AD のプレミアム P1 以上のライセンスがありますと、このデバイスアクセス制御というものが可能になります。こちら、具体的にはですね、オンプレ AD に登録しているデバイス情報以外、こちらの情報以外からのアクセスを防ぐことができます。オンプレ AD があれば、この Azure AD Connect のデバイス同期で登録することが可能です。ただ、
注意が必要となります。複数のオンプレ AD を運用している場合ですね、Azure に Connect で同期するオンプレ AD がユーザー情報とデバイス情報でセットで管理する必要性があります。で、こちら、Azure AD に4つのエディションとなっておりまして、Azure AD のフリーと Office 365は、こちらのライセンスに含まれておりますので、こちらのサブスクリプション等を契約すると使うことが可能です。わかりやすいところでいきますと、Office 365系を使っていると、この Office 365が Azure AD のエディションとして使えることが可能です。こちら、フリーと Office 365については、シングルサインオンと多要素認証はできますが、アクセス制御はできない形となります。また、シングルサインオンと多要素認証についても、一部機能に制約がございます。で、こちら、Azure AD のプレミアム P1 と P2 ですね。こちらは、Microsoft 365系を契約していると使えるエディションとなります。また、P1 と P2 に関しては、個別にライセンスを購入することも可能となっております。では、これで、セミナーの方は以上となります。ありがとうございました。